週間ぐらい前に50センチオーバーが出てた場所です。その後ろに養殖場があるので洗い出しとともに世界中に行かせた。なんで一匹だった。お弁当食べてないんですか。よし、右行ったり左行ったり費用が触れるのが一番ダメなんですよね。ダメ。味が来た。味が来た。肩は小さい。尺もです。下げる。結構反転する潮。向こうは大潮で、ガンガン走るときに引かれる潮です。この潮までいかんでしょ。何センチだろう。1メーターぐらい高いところはもう最初知っとるけん。よかですよ。嫌だった。
ってないですね。音にはビビる癖ですね。音はものすごく敏感。今日はお腹がパンパン。向かってはいかんことですね。別に追っ払わんですもんね、鳥とか飛んできても。番犬にはならんすね。草食べてくれるだけ。ねえ、めいちゃん。めい。兄弟島でいい。はいはい。タクは向かい側っていうと。あまり知らんすぎ。はい。でかい方ですか。でかい方がいいですか。いい。はいはい。この石の方、あの石が、あとのプラスのちょっとこっち側も釣らせてもらってくださいですか。こっちの水道、ここ、こっちを。入りは何時がいいですか。最終。最終。はい。よし、降りてよ。はい、どうぞ。頑張ってください。味が釣れます。味が。はい、
い、わかりました、頑張ってください。帰り3時ですね。はい。はい、頑張って。なんでエビさんと戦うとそこですか？ここやですね。抜け切らなかった。
今日はサクセスの、ビーストエンジョンの05を使った全油同士掛けで最初狙ってみようと思います。餌は魚の口元に届けるのがどうしても欠かせないので、結局魚が下にいるときに上つけても釣れないから近くを入れてやるようにしなくちゃいけないし、逆に上にいるときに下に仕掛けてもダメなんで、その時は餌も浮かして魚の目の前に持ってこれるようにしなくちゃいけない。ちょっと今回ビーストの遠投05を最初使うんですけど、状況に応じて防具機に変えたりとか、ハリスワイプ1.5 号シヌガリの2号、僕がだいたい浮かせでやるときは1号から4号ぐらいメインで使うことが多いです。最初はもしかしたら浮いてるやつ出るかもしれないんで、 G の7をやっぱり針上30センチぐらいのところに行ってゆっくり落として状況を見てみようと思います。優しくなって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 、こっち側がいいんですか？こっち側がいいんですか？ここにいっぱい走ってるんですか？あ、今左に来てる。こっちは遠投してたら了解です、ありがとうございます。見つかりました。はーい、おーい、頑張って。もみじまんじゅうを食べてください。ありがとうございます。
頂。間違いなし。間違いなし。最高。どうしてやってくださいね。こんなええ船長いないですからね。日本全国どこ探しても。うん、ええ男で顔じゃないです。顔はまあ普通なんですよ。ここが熱いよね。もうここが熱い。顔え？顔が？いやいや。もう船長大好きよ。した方がそうです、ね、とは思います。でかいの釣ったことあるよ、源太郎の記憶の。あの山中兵衛みたいな、ね、ちょうどね、駆け上がりになったと思う、はい、このそこのそこのポールみたいなやつとかあるんですけど、でここで塩がね、いい感じで、あもうどんどん引いてくる、うん、そこでいいんじゃない、もう引き入ったんだろ。そうそう、入れ食い入れ食い。塩が小さいんで、はい、塩が動くところに。ありがとうございます、はい、いろいろ考えてくださってありがとうございます。藻がありますよ。結構きつい藻が。紫さん、これ大したことないよって言ったけど、波来ますんで一回離します。これ沖で何メーターぐらいあるの？沖で1本半ちょいですね。10メーター弱ぐらい、八方の間ぐらいまで遠投して。4時半回収で、4時半で、であんま早すぎるときは、はい、ドガンカスせないかんですよ。あと釣れすぎたら工事さんと変わってもらおうかな。まだわからんすよ。はい、もう
ないところ乗ってみたいですね。乗ったところないところ。うん、はい。キヌーで。キヌーで。はい。帰り5時でお願いします。5時でですね。わ、はい、かりました。上田さんは味の方がいいんですか？おはようございます。お世話になります。釣りを見て釣りをする。